ジョナ・サン・ジョセフ・マロはカナダ・ケベック州出身のプロ野球選手。現在はカナディアン・アメリカン・リーグのケベック・キャピタルズに所属している。2002年にニューヨーク・メッツにドラフト40巡目指名されるも契約しなかった。2003年に同級団から48巡目指名されるもまたしても入団しなかった。2004年に FA として同級団に入団した。 2009年には第38回アイブフワールドカップに出場し、銅メダルを受賞した。2011年オフの9月16日に第39回アイブフワールドカップとグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球カナダ代表に選出された。ワールドカップでは銅メダル、パンアメリカン競技大会では金メダルを受賞した。2012年からは、 カナディアン・アメリカン・リーグのケベック・キャピタルズでプレーする。9月11日に第3回 WBC 予選のカナダ代表に選出された。2013年1月17日に第3回 WBC 本選のカナダ代表が発表され代表入りした。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出された。 15、2002ベースボールカナダアンウンセスチーム4、パンナムゲームズ&、ワールドカップベースボールカナダ2017年7月1日、カナダゴールデンオンベースボール、S ワールドステージ、ハットベースボールカナダアンウンセスワールドベースボール、クラシッククアラファイアーロスターベースボールカナダ2015年2月19日、閲覧ハーディー、リッチモンド、トソニ、タインアディット 2WBC、 プロビナネルロスターベースボールカナダ2015年2月19日閲覧2013ワールドベースボールクラシックプロビナネルロスターベースボールカナダ2015年2月19日閲覧2013トーナメントロスター WBC 公式サイト2015年2月19日閲覧カナダロスターアンウンストフォー2 0 1 7ワールドベースボールクラシックベースボールカナダ2017年3月16日 閲覧、ありがとうございます。